皆さんどうも、看板のオレンジです。人に戻れなくなりました。前回の動画から続編になるので、見てない方はそちらからどうぞ。そう、ここはモイスティーパームズ。前回変身していたずらをし続けたオレンジは看板から戻れなくなってしまっていた。そんな時、今日も暑いわ。また人間来たし。はあ、水には入るなよ、水には。そこの宝箱あるから、もう取ってっていいよ。あれ、え、こいつ俺に気づいてる？え、まさかね。え、何、なんか投げられる。え、何、え、あ、戻れた。え、やば、マジか、やった。少々設定に無理もあるが、無事に戻れたらしい。そして二人はこれからさらなるいたずらを始める。二人はここにいた。そしてターゲットが現れる。調理台になるオレンジと調理をする人。この調理台が人だなんてターゲットは思ってもいないだろう。そう、このいたずらは敵が油断したところで、次のターゲットが現れた。すぐにこちらへ来ない警戒心の強いターゲットだ。そんな彼女もまったりとした足並みでこちら側へ回ってきた。すると好奇心旺盛なトマトが登場。おそらく彼女の味方だろう。二つのトイレがハンバーグを目の前に、踊り狂うという世にも奇妙な世界を映すことに成功してしまった。その後も二人は気が狂うほどに変身を続けていた。そしてついにお目当ての調理台に。見事に三つ並ぶ中、調理が始まった。一足先に戻っていたトマトは、焼いているバーガーを見つめ、もっとやれと言わんばかりの歓声を上げていた。フォートナイト界古くに伝わるトマト教とバーガー教の因縁が関係しているのだろうか。そんなことを考えているうちに、お別れの時間が来てしまった。俺らは倒される、そう思っていた。あんな出会いもあり、いたずらを忘れてしまったオレンジ一味。しかし我に返り、またいたずらを始めていた。彼は元忍びだったのだろうか。見せかけだけの速さでこちらへ向かってきた。正直めちゃくちゃ遅い。何これ、マジで。よっ、来た、来たね、来たね。行くよ。いや、これはやれる。え、なんでなんで、え、やばい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 、いやあ。先ほどの様子をスローモーションで見てみよう。彼は忍びとして最後まで恥のないよう走っていた。オレンジたちはその後も悪さを続けようとした。しかし、みんなの天敵嵐が来てしまう。ザザザザザザザ、オレンジ、焼き土下座ならぬ焼き背中、焼き背中。なあ、
カン、ノーカン。その後もオレンジたちは何度も何度もいたずらを繰り返した。ターゲットを倒すことに快感を得ていたのかもしれない。ほとんどの人が変身しているオレンジには気づかず、仲間を倒したら油断をしていた。俺らの心は完全に乱れていた。ターゲットを求め続け、倒し続けた。まるでそれは何かに取り憑かれたかのようだった。倒しては変身し、ターゲットを待ち続けた。気がつくと二人は完全に物になってしまった。元が人間だと忘れるほどの凄まじく強力な呪い。人からは隠れて生活をし、自分が何なのかもわからなくなっていた。もちろん言葉も話せるわけもなく、二人は永遠にこの地で暮らすのであった。モイスティーパームズの呪い。もしここで二人を見かけたら、ブギーボムを投げて戻してやってくれ。ゴリくん情報だよ。すげえ敵いるよこれ。ここすげえな。マジやばい。けど俺ここ行くわ。オッケー。レイジーレイが熱いな。初手すなきつい。これはオレンジたちの普段のフォートナイトの様子だ。やばい、これ武器めっちゃいい。マジでどんな感じ？紫あさると金卓。おお、それビクロイあるよ。あ、いるわ。あれ？あ、普通の人だ。オッケー、一人倒した。お、ナイス。とりあえずこっちもね、もうちょっとなんだけど。オッケー、ワンダー。おい。ナイス、素晴らしい。珍しくこの二人はビクロイを狙いにレイジーレイクへ来ていた。こっちの奥も今一人倒したんで。え、それってダウン？俺がさっき撃った人じゃなくて？いや、あー、ダウンだった。ダウンか、まだいるな。気をつけていかないとな。あ、ここ漁られてない。おお、いいね。来たな。オッケー、そっち行くわ。うお、マジか。やばい。おっと、マジか。マジか。ちょっと待った、これ俺さすがにこれ上に持って逃げるわ。えっ、うえっ、うまっ。マジすげえな。超綺麗にやばい。どういうことだよ。やばい、じわじわくる。やばい、今超ウケた。確かにあれは今思い返してもやばい。うえーって感じ。なんだよ今のマジで。ミュースコップ。めっちゃ綺麗だった。最後まで見てくれてみんな本当にありがとう。よかったら他の動画も見てくれよな。あとみんなに一つお願いがあります。一つだけのお願いがあります。もしもよかったら
チャンネル登